はい、これが四代宗康の墓です。だからさっき三代がそうだったように、一揆の後始末をしたのはこの寅さんになるという形になります。そしてこの寅さんには紀州家から嫁さんが来ます。久姫というのが紀州家から来ます。実はこの奥さんにだいぶ助けられたという感があるじゃないかなと思います。だから31歳亡くなるんですが、長男が1人生まれたのが5代です。これ普通であれば子供が2歳の時に亡くなりますから世継ぎになれないんですけど、この奥さん久姫が紀州家からお見えになって、これが8代将軍吉宗の兄弟の子供であったために大変まあ力があったということで、普通ではなれない藩主を5代にして、プラスその条件として必ず貢献してやってくれということで、久姫は5代6代7代と3人の藩主の貢献をして鳥取藩を立て直しにかかったということです。だからこの殿さんはまた31歳の若さで2歳の長男を残して亡くなったという殿さんです。これは4代の殿さんです。